首投げ残った、攻め込みましたが逆襲、攻める、タグル、春葉抱き込み、初日最大の注目です。朝青龍の土俵です。この初場所に身体をかけての土俵となりました。横綱の朝青龍、左肘の状態はどうか、どこまで自分の相撲を取ることができるか、注目の初日です。対戦相手は稀勢の里、去年は2対2と互角でした。難敵稀勢の里と初日に顔を合わせました朝青龍です。どんな相撲を見せるでしょうか。気合十分の稀勢の里、厳しい表情の横綱、横左奥攻めるのは稀勢の里、しかし乗らず朝青龍の中に入った、押し出し朝青龍の勝ち。そしていつものダメ押しまで出ました。朝青龍気迫で窮地をしのいで初日は白星、ものすごい歓声が湧き上がります。あの朝青龍の負けん気の強さ、がむしゃらさも戻りました。この土俵、まあ北の富士さん、なんとしても勝つんだという気持ちが現れたんじゃないでしょうか。ね、あの上手を引かれて左打つの時はね、はい、あのまま土俵終わるかと思ったんですが、さすがに残しましたね、巻き替えてね。まあ、ここはもう朝青龍の勘の良さが働いたわけですが、それでもやはり危ない場面がありました。危ない危ない。そして向こう正面、舞の海さん、はい、気迫はあったと思いますが。そうですね、ですか。ただ余裕は全くないですね。余裕はないですね。もうギリギリですよね、はい、もう稽古場だったらこの上手取られた時点でもう寄り切られてるんですよね、はい、もうここはもう必死にこの右を差してね、はい、この辺りあの気合は入ってたんですけど慎重でしたね。初場所2日目、満員の国技館、注目の結びです。22回の優勝を誇る横綱朝青龍、3場所連続休場明けの今場所、初日攻め込まれながらも逆襲の白星、試練の土俵は続きます。琴奨菊も去年の春場所朝青龍を一度破っています。横綱朝青龍の2日目、上手を取った琴奨菊、上手が切れた、朝青龍が右を差したい、右突き落とし、朝青龍2連勝今日も上手は許しましたが、最後は右からの突き落とし。初日そして2日目と2連勝突き落としで朝青龍の勝ち。決まり手突き落とし。今日は琴奨菊が栃東さん、はい、右の上手をこう取りに行きました。そうですね、はい、まあ、それでもやっぱり横綱左差してますからね、まあ、ちょっとこう横綱朝青龍に極点砲です。モンゴルウランバートル出身高砂部屋、息のいい若手を退けて2連勝の朝青龍、窮地脱出に気迫を見せます。極点砲には新横綱の場所で敗れていますが、対戦成績31勝2敗と圧倒しています。もろ差し狙い、万全な体勢、切り返す、小手投げを追ってすくい投げ、小手投げをすくい投げで返しました。3連勝朝青龍、しかしあの体勢になりながら寄り切ることはできませんでした。
り手はすくい投げ、すくい投げで朝青龍の勝ち。北の富士さん、はい、今日の相撲はいかがですか。今日は立ち合いもなかなか鋭いしね、はい、すぐ十分なりましたね、右から左と、はい、ここから寄り切れなかったっていうのがね、はい、まあ、首ひねるとこだけども、はい、相手も懸命に残ってますんでね、結びは横綱朝青龍に雅山、周囲の不安を跳ねのけて初日から3連勝の朝青龍、復活の手応えを感じながら4日目の土俵、今場所初めて押し相撲との対戦になります。朝青龍4連勝、勝ったのは朝青龍です。館内が何とも言えないざわめき、朝青龍の表情もご覧の表情です。まずこのスローから見ていきましょう。これでも完全に腰が浮いてしまいましたね、うん、そうですね。そしてこの土俵際、雅山も朝青龍の足元を見ながら落ちていきました。危ない場面もしのいで4連勝の朝青龍、5日目竹風と通算4回目の対戦です。横綱36場所目優勝22回の朝青龍、重心の低い押し相撲竹風、やはり張り差し、竹風もよく読んでいます。刺させません。しかし横綱前に圧力をかける、左の上手、右も下手を探って頭をつけました。慎重に攻めている横綱、上手投げ、朝青龍序盤5連勝で乗り切りました。竹風も途中までは横綱の動きをよく見ながら対応していましたが、最後は上手を引かれました。5連勝の横綱朝青龍に2勝3敗の小結の豊ノ島の野田は押し、押し出し、朝青龍6連勝、中に入れません。一方的な内容、はい、横綱朝青龍、朝青龍今日は初顔の吉風の挑戦を受けます。集中力と反応の速さで6連勝、初顔には現在28連勝中の朝青龍、初の上位挑戦の場所、上位を慌てさせる場面もあります吉風との対戦です。突き上げます。これ動きない、中に入った、首投げ残った、攻め込みましたが逆襲、朝青龍7連勝。一瞬また今日ヒヤリとしました。もう花道を吉風が勢いよく飛び出していきましたが、朝青龍もしかし土俵にはヒヤッとしました。顔に吉風のこの突っ張りが入りましたかね。吉風の下がっていく顔をじっとまだ睨みつけています。吉風にも北山さんチャンスはありましたがね。そうですね、横綱ヒヤッとしたと思いますよ。吉風を褒めた方がいいですね今日は。これ横綱突き上げて行こうとしましたが下がりませんでしたね。そうですね、合わせて突っ張ったんでね、横綱の方が大振りになったところスッと入ってきましたんでね、はい、ここで勝負仕掛けていったんですけどもね、まあこの辺の体の使い方、こう残し方、独特なリズム感でね横綱残しますんで、
藤井さん、はい、私も全く違った見方ですね。そうですか、全く余裕なく見えるんですよね。ほうほうほう。4日目の宮城山戦もそうでしたし、うん、今日でもやはり軽いんですよね。まあ、余裕という面では確かにそんなに余裕があるわけではないでしょうが、ただもう今日は舞の海さんどうでしょうか、はい、反応の良さというのは確かにあったんじゃないですか。そうですね、ありましたけれども、途中この中に入られたり押し込まれたりするときにしっかりと突っ張ってないですよね、はい、横から張り手のように大振りしてますよ ね、この辺りはかなり慌ててるなという。横綱中日結びの一番も好取組です。朝青龍に網錦出身高砂で張り出し、左は入らない、前に出る、押し倒し、朝青龍完勝、8戦全勝。網錦が動きません。稽古場でもちょっとしたこの8戦全勝と勝ち越しを決めた朝青龍と新大関の春ヶ富士の対戦です。3場所連続休場の後、進退をかけたこの初場所、初日から8連勝、新大関の春ヶ富士3勝5敗と苦しい前半戦でした。後半の土俵にかけます。過去の対戦は朝青龍の13対2。右の上手、先に取ったのは春間富士、頭をつけた、春間富士頭を引きつけた、朝青龍も寄った、朝青龍9連勝。新大関春間富士の挑戦を力で退けました。低く攻めて先に上手は取りましたが、春馬富士そこでちょっと攻めれなかったですね。すぐに動けばよかったですけども、西方横綱朝青龍目の前で全勝白鵬が敗れました。気合が入る朝青龍、結びで大関琴美月との対戦です。朝青龍前半は相手に攻め込まれ、危ない相撲を切り抜けながらも徐々に調子を取り戻してきました。琴美月戦28連勝で止まりましたが、32勝7敗と圧倒しています。張っていった左四つ、これは朝青龍もいいが、あ、琴美月は上手を先に取りました。右の上手を取った琴美月、やっと下手を切った、朝青龍が出た、押し出し、朝青龍の勝ち。左の肘を押さえている朝青龍、勝って10連勝です。単独トップに立ちましたが、左の肘を気にしています。ただ一人10戦10勝、朝青龍が横綱2番、ただ一人の全勝となった朝青龍から土俵に上がります。後藤終戦です。10日目、左肘を気にする様子があった横綱朝青龍、8勝2敗の大関琴欧州、激しく睨む朝青龍、視線を切る琴欧州、仕切りを重ねて制限時間いっぱいです。勝ちました、かぐった、かぐった、とったり、朝青龍攻める、殴る、春はたき込み、朝青龍11連勝、琴欧州を退けました。また一歩完全復活の優勝に向けて前進しました。優勝争いはこれでますます両横綱に絞られてきました。決まり手はたき込み、叩き込んで朝青龍の勝ち。どう見ましたか、小倉さん。そうですね、琴欧州もね、立ち合い良かったですよ、はい、この右のかいな手繰られてね、今ちょっとバランス崩しましたけどね、これまあ必要なこの取ったりですよね、はい、これね、
当たりもでも低くてね、朝青龍もこの左からの押っつけ効いてますよね。でこの取ったりで必要に振りましたね、はい、右差しに行ってるんですけどね、これね、はい、琴押しはね、この差し手よりもこの上手をねやっぱり狙ってた方が良かったのかなという気はしますけど、まあでも力の入ったいい一番ですよね。そうですね、最後のこの空振りは少しいただけないところはありますが、しかし朝青龍も必死ですよ。そういうことですね、はい、誰が朝青龍を止めるのか、あるいはこのまま突っ走るのか、関脇バルトは勝ち越しをかけた相撲です。力強さも戻ってきた朝青龍。バルトは過去3回朝青龍に歯が立ちませんでした。朝青龍単独トップを守ることができるでしょうか。上手を取ったバルト、バルト上手やや遠い、前回し朝青龍寄り切り、上手は許しましたが朝青龍前回し12連勝、単独トップ譲りません。ちょっと首をかしげた朝青龍ですが、上手を取る位置がねやや深すぎましたね、深すぎましたね。あれ、いくら回しを取っても相手は横綱ですからね、朝青龍今度は力が出ないですね、せめて横ですね、はいはい、今縦三つの結びあたりですからね。朝青龍12連勝、優勝争い単独トップ変わらず、立ち合い上からのカメラで見ますが、少しこう右に変わってます ね、変わってこう上手を取りに行ったんですけどね、やはりまっすぐね、はい、当たるべきだったですね、まあ、結び目より向こう側ですね、多分波式のうちが12戦全勝の横綱朝青龍に7勝5敗、勝ち越しをかけます大関の千代大会です。ただ一人12戦全勝の朝青龍、優勝争いの先頭に立っています。終盤に入って力強さが戻ってきました。過去の対戦は朝青龍25勝、千代大会8勝、34回目の対戦、大関60場所目の千代大会です。千代大会少し気負いがあります。7勝5敗勝ち越しをかける千代大会。もろがし朝青龍しのいだ、すくい投げ朝青龍勝って13戦全勝。千代大会ののど輪を下から手がいながらもろがしでしのぎました。余裕は十分ありました。土俵下がいっぱいの拍手です。すくい投げで朝青龍の勝ち。千代大会としてはもうあれが精一杯の攻めだったと思いますがね。そうですね、あのいいところにね、のど輪が入ったんですけどもね、はい、やはりあの回転がなかったですかね、まあ、回転させてくれなかったんでしょうね。あ、なるほどね、はい、こうなるとどうしようもないですからね。そうですね、あの当たりは良かったですけどね、いいとこのど輪入ったかなと思ったんですけども、まあ、残念でした。さあ前の海さんどうですか。はい、そうですね、全く千代大会の当たり突きというものは通じてないんですよね、はい、これ下がっていても、はい、やはり結びは全勝の朝青龍に大関魁王、白鵬が今日勝ったため今日優勝決定はありません。誰も朝青龍を止めることができません。ただ一人13戦全勝、3場所連続休場からの復活優勝へあと2勝です。魁王上手は取れない、上手朝青龍寄った寄り切り、もう誰も朝青龍を止められません。朝青龍14連勝、大関ではこの横綱今場所は止められません。残るは明日横綱同士の対戦、星一つの差で明日の千秋楽です。ただ今の決め手は寄り切り、寄り切って朝青龍の勝ち。
まず白鵬が引き上げます。朝青龍の気迫、そして今日の相撲を十分まぶたに焼き付けて、まず白鵬から、そして今付け人に泥着を羽織らせてもらって、朝青龍引き上げます。厳しい相撲でしたね、立ち合いからですね。もうすぐ右の上手を取りましたよね、はい、それで投げに行って崩しておいて球をつけて一気に前に攻め込みましたね。完璧な相撲です。今場所立ち合いの踏み込みがうーんという解説の親方も何人かいらしたんですが、今日は素晴らしい踏み込みでした。まあ、やはり千秋楽に向けてですね、はい、やはりこう気合が入った一番だなっていう、そんな。さあ結びです。朝青龍勝てば全勝優勝、白鵬勝てば優勝決定戦です。横綱朝青龍、両横綱の4場所ぶりの対戦。朝青龍が休場している間、白鵬は連続優勝、4連覇にはまずこの一番勝たねばなりません。朝青龍は勝てば5場所ぶりの優勝が決まります。失敗しましたね、うん、まあ、あれほどの集中力を持っている朝青龍が立ち合い失敗しました。ふわっと立ってしまったね。あれは何を勝負したんですかね。いや、タイミング合わなかったんでしょうね。合わなかったんですね。あ、この足元を少し気にして帰りますが、舞の海さん、はい、この立ち合いはどう見ますか。あ、こ見てますね。あの待ったにしようかどうしようか一瞬迷ったと思いますね。なるほど、そこで、ね、少し遅れて白鵬が立ってきましたよね。そうですね、ですから向こう正面から見ても右の、ね、上手の取り方が中途半端でしたね。ここでこのスローで見ると多分よくわかると思います。あ、少し朝青龍が早めに立ってるんですね。早めに立ってるんだけども中途半端ですよね、はい、中途半端なんで、早すぎたっていう気持ちがあったんですかね。うん、それあったんでしょうかね。あ、やっぱり微妙なタイミングでしょうな、これ。そうですね、これは失敗しました。さあ優勝決定戦、奇跡の復活優勝なるか、4連覇なるか。切れません。中に入られてしまいました白鵬、逆転優勝ならず、4連覇ならず。この左が
差し勝ちましたよね。早かったね。そしてこの後のこの入り方ですよね。ちょっと頭つけてね、はい、食いつきましたよ、これはもう白鵬の上手が全然効かないで、効かないですね、左四つ、そして下手から崩して右も取って頭をつけて、もろ差しを狙いに行ったんですね。白鵬は左の上手取りに行ったんだね最初。その分左を深く刺されたそうですねということなんですね。これは2番目は白鵬の方が立ち合い失敗してるね。ちょっと大雑把な立ち合いだったと思う。そうですね、いやこの頭の乱れ方を見るといかに朝青龍が頭をこうすごい力でつけていたかったの分かりますよね。おそらくもうこの頭上げられないという頭でしょうな。本割で敗れた後の気持ちの切り替えどうだったでしょう。そうですね、もう何もできなかったんで、これもう一度あるなと思って、逆に負けてしまったことがすごくいい励みになりましたね、しかし決定戦は集中してましたね。そうですね、次はないってことで頭いっぱいだったんで、もう横綱朝青龍完全復活と見ていいですか。まあ優勝したもんなんで、本当にまだまだ思いっきり頑張りたいと思いますんで、皆さんまた応援の方よろしくお願いします。本当にありがとうございました。